モバイル担当のジョンです携帯で撮った動画をそのまま YouTube にアップロードできることを知ってましたかやってみましょうそれでは PC で YouTube にアクセスして必要な設定をしてみましょういつもの YouTube のところでログインした状態で右上の「アップロード」をクリックしますするといつものアップロード画面が現れます ここで右側に携帯のマークがありますのでそこの隣のボタンを押してみましょうでここでモバイルプロフィールの設定という画面が現れますでここもそのままクリックしますで本当はここであのより細かい動画のタイトルなど説明文ジャンルさまざまな設定ができますただ今回はすぐにアップロードしたいのでプロフィールの保存を押してそのままで大丈夫です で次にあなただけの専用のメールアドレスが表示されますでこれからこのメールアドレスでそのまま動画をメールで送ることだけで YouTube にビデオをアップロードすることができます何を送ろうかなあいいもの見つかりましたじゃあこれをアップロードしてみましょうでは先ほど送った動画を YouTube で見ましょう 画画面のの一番上のママイイアカウントをクリックマイ動画をククククリリッッ動しますでここから先ほど携帯から送った動画が確認できます再生してみましょうほら簡単にできたでしょうあなただけのオリジナルビデオを世界中の人に見せてみませんか